にちは。こんにちは。お久しぶりです。そうですね、いろいろ時間が経ってしまいましたけど、今日は盆栽祭りが今年の5月の3、4、5、まあ、ゴールデンウィークに2年ぶりですか、復活しますので。3年ぶりなの？3年ぶり1回休むと2年ぶりなのか3年ぶりなのか、どっちのもんだ。3年しましょう。3年復活しますので、はい、お祭りに向けて、まあ、当事園として、はい、商品をこれからどんどん作っていきたいと思いますので、はい、今回盆栽祭りでどういうのを売ろうかなと思って考えた時に、うん、まあ、せっかくのこういう機会ですので、いろんな方が来てくれる機会なので、私が針金掛けとか手入れしたやつを皆さんにお買い求めいただけるような形を取りたいなと思いまして、それを今回の当然の、まあ、メインにしたいと思うので、ちょっといいやつからお手頃なやつまでどんどんこれから作っていきたいと思いますので、今回第1弾としてこの黒松をやっていきたいんですけど、これ大体樹齢が40年以上経ってる木なんです。でだいぶ皮も荒れてきて、今ちょっと濡れてるんで分かんないですけど、もう皮の荒れ具合もいいですし、まあ、締まり方もいいんですけど、ちょっと枝が暴れているので、その辺を針金かけしていきたいんですけど、その前に今回はちょうどいい同じ黒松の素材が、似たような素材が入りましたので、こっちをやっていきたいなと思います。ちょっと若いやつですね。そうですね、だいぶこれ大体15年ぐらい経ってるのかな。15年、はい。根の部分を見ていただくと同じなんですよ。要は若い時がこうだったっていう状態で、今はこの辺もツルツルでウブな感じですけど、これが根っこが表面に出てから、まあ、日光とかね当たって、これが次第に幹になってくるので、そうすると皮がどんどん荒れてきて古さが出てくる。その前段階で今こういう状態なので、これの基礎を、木の基礎を作ってあげて、将来のこいつにしてあげようっていう作業をしているのかな。将来のこのクラスを作るというものですね。このぐらいの素材なら初心者の方でも買いやすい。そうですね、はい、はい。じゃあ針金掛けと植え替え、はい、そうですね、わかりました。はい、かっこいいこれからやっていきたいと思います。わかります。じゃあ今回どこを正面にしようかっていうのをまず考えます。はい、こう見た時にここに傷があるのが分かると思うんですけど、これは結局この木を太らせるために走らせた跡なんです。だからこれが正面に来るっていうのはあんまり美しくないので、こっちを逆に正面にしてみると、ここの差し枝の感じがよく綺麗に出てると思いますので、今日はこっちを正面にしたいと思います。ここを縮めたりとかっていうのを、まあ、やると結構盆栽系のチャンネルで見てると思うんですけど、まあ、今回はそのままにして、はい、でまた根っこが落ち着いてから、あの買っていただいた人が例えばもっと縮まりたいとか、次になるとこういうとこ何でもいいと思うんです。結束バンドでもいい、バンドでもいいし、針金使って曲げてもいいので、ここ縮めてもいいと思います し、逆にこうやってなだらかに流れてる木、私はこっちの方がなんとなく風を感じて好きなんですけど、今回はそういう風にやっていこうかなと思います。でまずこっちの葉っぱの整理というか、茶色い葉っぱがあるので、それをきれいにしていきたいと思います。去年の葉っぱですか？そうですね、去年と一昨年のがあるかな、うん、基本的にもう茶色いのは取っちゃっていいんですけど、木の場合ちょっと葉っぱが多すぎる部分があるので、少し抑えてあげようかな。抑えるために葉の数を少なくしてあげて、成長があまり行き過ぎないようにしようかなと思います。あと今の段階でここに芽が、4つになっちゃってるな、こういうの。基本的にこういう芽は二股に押さえてあげたいん で、はい、でこの段階でもう折っちゃってもいいです。いらないなと思うやつで、折るときは、大きいやつを折るといいですね、その中でも。なぜかっていうと、それを残してしまうとその元の方からどんどん太っていっちゃう原因になるので、間延びするんですよね。あとは来年、その軸が、ここが軸なんです。でここが葉っぱなんです、パイナップルみたいなのは。これで言うとここが軸なんです、はい、でこの葉っぱがこのパイナップルなんです。パイナップルなんですね。そう、だからこれをどんどん伸ばしちゃうとここが伸びちゃうんですよ、うん、それを止めるために、まあ、目切りもあるんですけど、はい、もし今の段階で3つあった場合はその真ん中を折っちゃっても
いいと思います、うん、でそれが残したやつが極端に何だろう大きくなっちゃったりとかの場合は夏頃大体この大きさだったら7月ぐらいに芽切りっていうのをするんですけど、うん、それをやってもいいし、ただ今回植え替えたりとか針金かけたりするんで今年はそのまま置いといていただ買っていただかいただいた方にはそのまま置いといていただきたいなっていうのは本音ですね。ちょっと厳しいことはあんまりしないんですけど、やっぱり若干木にストレスかかるので養生してあげるというか、収録があったから声を出せるっていう、うん、午前中に生放送J コム見た人いるのかな撮りました。はい、綺麗になりました。はい、もう一個もやる。どっちでもいい。じゃあもう一個もやってきます。はい、これはあれですよね、お祭りでしか売らないよね。そうですね、お祭りに来た、なんか例えば電話で買いたいんで取っといてくださいとかは、まあ、ちょっとねちょっとお断りというか、お断りというかせっかく来てくださる方に買っていただきたい、買ってきていただきたいし、不公平っていうかね、あるんで、まあ、当日楽しみにしていただきた方がね、うん、こちらもで今回からいろんな木を作って当日売ると、はい、いうことですよね、はい、すごい木も出てくるかもしれない。まあね、極端に何百万とかっていうのはないですけど、うん、何十万くらいは、ああお財布パンパンにして来ていただきたい。カードは使いませんと。カードは使いません。すいません、現金でお願いします。じゃあ終わりましたんで、今度は針金掛けをしていきたいと思います。で今この正面でこの木を作っていきたいんですけど、うん、これが挿絵だ、はい、まあ、分かるんですけど、うん、これが結局樹幹部になるんですよ。頭手前のやつが、そうでこれがまあ裏枝というかこの辺に来るやつ、はいはい、なんですけど、今この木の流れからここが折ったっちゃってんです、ただ、うん、なので一回ここでこうやって戻すような感じ、うん、でこっちを裏に持ってってこっちをこう持ってきてこう差し入れにするというようにやっていきたいんで、まずこれを曲げなきゃいけないんで、はい、これを曲げるために太い針金をかけます。幹は曲げない、幹はこのままでいきます。なるだけ、まあ、商売じゃない、商品なので商売ではあるんだけど、うん、商品なので綺麗に作ってあげたいですから。なるほど。でこういうのを毎回言うんですけど、うん、こっちが正面に来る木なので、はい、なるべく正面からかけないように、うん、この枝同士でかければいいので裏からかけるようにします、うん、はい、でこの段階でもう曲げられるんだったらもう曲げとく、うん、曲げながらかけると綺麗に巻きますね。いつもあの家でやるとき巻いてから曲げるんですよ、うん、隙間できるんですよ。ああそうですね、それもあるし良い木に負担がかかりますね。はあ、その構想が大事ですね。じゃあそうですね、なるだけ曲げる枝は自分に決めといた方が。こういう感じになりました、はい、次は今度は細かいのをかけていきたいと思います。横着しようとしちゃって太いのを先までかけちゃったんですけど、はい、まあ、なるべく綺麗に作るっていうんだったらやっぱり太いのは先まで来ない方が綺麗なので、まあ、しっかり聞けばいいので、聞いてればいいのでこの辺ぐらいで切っちゃって、はい、でここまで、まあ、ここが曲がってれば十分なんです、この木の場合、うん、で先はまた細いのでかければいいので、次はこいつとこいつをかけていきます、はい、気になる部分が三つ股の部分があるんですよ。一つはここ、一つはここ。こういう木の場合だと、まあ、なるだけ二つにした方がもちろんいいんですけど、やっぱりどうしても寂しくなっちゃうっていう部分があって、なるだけ樹幹部っていうのを綺麗に見せたいっていうのがあるので、ここは三つちょっと残しておこうかなと。で逆にこっちの裏枝だとそんなに重要性はないので、その2本のうち1本落としてちっちゃく作れればいいのかなと。なのでやつは切っちゃう。
なるだけ細いので書けるのはもちろんなんですけど、ただ聞いてないのにギギギギ回してて、そこがもうボロボロになっちゃうっていうのも怖いので、やるときはやっぱりしっかり聞く番線を選んだ方がいいですね。それは結局なんだろう、自分の手の感覚でしかわからないものではあるんですけど、ただ針金かけるんじゃなくて、そういうのを学びながらやっていくと将来絶対いい気ができると思うので。ちなみにさっきかけたのは12番線、うん、で今かけてるのは16番線ですね。16番線、はい、うん、OK、 では次は、こいつとこれのどちらかにかけたいと思います。この感じから言うと、まあ、こっちにかけようかな。同じぐらいでいいかな。ちょっと太いかもしれないけど、18でいく。これもなるだけ間が開かないようにっていうのを意識しながら、で今度この2本をかけるんですよ、これとこれ、はい、だからこれの先端までじゃなくて、この途中までで止めて、これとこれを先端までかけるっていうイメージ。逆にこれはこれしかかけないんですもん、だからこれはもう先端までかけてあげるといいですね。で最後はこれとこれ、これとこれをかければもう終わりなので、あとこれか、これとこれ、これは本当に緩くていいので、20ぐらいかな。22だとちょっと細すぎると思うので、この芯の太さで決めた方がいいと思うんですよ。クロマツの場合、かける幹の芯が細いと22でも効くんですけど、この木の場合、去年目切りしてないんですよ、おそらく。てかしてないんで、この場合はちょっと幹が太くなってますから、20番線で巻いた方がいいんじゃないかなと。針金かけは見て学んだんですか？いや、いろんな人に教わりましたね。人によって違う？あ、人によって違うですね。業者でもそれぞれ教え方違う場合もあるし、その、この先どうするかによっても針金のかけ方が違うし、例えば今の場合、これちょっと長く残しておいたんですよ。なん、はい、でかっていうと、これが伸びた時に、クロマツって目が横になってても最後こうやって上向くんですよ、葉っぱが。それを矯正するために、これを一回全部取ってもう一回やるの大変なんで、この余ったやつでちょっとかけれれば、もう一周ぐらい残しとくと、その先の分、来年っていうか今年の秋以降にもう形をつけやすいっていう意味があるんですよ。なるほど。これやっとくと、そのもう一回針金かけなくても済むんですけど、あんまり僕はこういうのやらないんだけど、でも売り物で買った人がっていうのを考えると、今ちょっと残しておいたんですけど、まあ、見栄え的にはってことですね。あんまり良くないんですけどね、そこまで。ただ業者はみんなこれやる人も多いし、それが正解という、どれが正解じゃないんですけど、はい、そしたら次はこれとこれ、こういう感じじゃないでしょうか。どうですかね、ぽいっすか。いいでしょうこれでだから結局刃が小さかったらもっと締まって見えるんですけど、刃が長いんで、今ちょっとね、オーバーなんか大きく見えますけど、これが刃が縮まって、もしこの辺で胴吹きしてきて、こっからの枝が使えたらもっと締まって見えますから。なるほど。今は骨組みを作るって作業なんです、これ、はい、そっから枝数を増やしていって、これを目指してもらうっていう、この骨組みを今の段階で作ってるっていう感じですね。だからここも、もしここでこの辺で胴吹きしてきたら、これは取った方がいいですね。で、これね、三つ股だからこう太っちゃうんで、今はこうやってね、作るためにこれはしてますけど、残してますけど、これは後々この辺が胴吹きしたら取った方がいいです。この枝をこっちに持ってくる、逆に。で、この辺に出たらこっちに持ってくると綺麗にここがカバーできるんで、ちょっとね、剥げてるように見えますから。骨格ですね。骨格作り。で、さっきの話の続きですけど、クロマツの場合だと勝手に目が上に向くんですよ。まあ今の時期だとちょっと遅いからこのままグッと伸びてくる場合もありますけど、おそらく葉っぱだけはちょっと上に向くと思うんですよ。なので今はちょっと平行に見えるけど、ちょっとだけ、なんだろう、ちょっとの時間我慢してもらえれば
しっかり上に向いて葉っぱが出てくるんで、目起こし的なことはしない。骨格作りはやんない方がいいかもしれない。なるほどね、はい、逆にこういうやつをしっかり見栄えよくするんだったら少し最後ちょっと上に上げるんですけど、これは骨組みなんで、なるほど、この先に買ってもらった人が培養して来年を楽しんでもらえるような形で作ったので、いいんじゃないですか。なるほど。じゃあもう一本。はい、もう一本。で、こっちとこっちの違いは車なんですよ、うん、この辺が。ごっちゃごちゃしてて、抜ける枝と抜けない枝があるんです。その辺の線引きがちょっと難しくて、今の段階で僕ができることをちょっとやりますんで、はい、まあ、こじんまり作りたいですよね、小池は、うん、まあ、この辺の下から出てるようなチビは削っちゃって、これが差し枝になると思うんですよ、一番の軸の、うん、で次に重要な樹幹部なんですけど、太さと元気の良さで言うとこれなんですよ、うん、これをこっちに持ってくる。で裏枝がこれで、逆にこことここが平行になってるんで、これはもうおそらくいらないと思うんで、もう落としちゃう。で最後これなんです、問題、うん、これとこれ挿し枝の上にグッとくる枝があるといいんですけど、うん、これをこうやって持ってくるか、これでやっちゃうか、どちら。どっちもいらない。どっちもいらないんだ。これで車なくなりました。半抜きみたいには一応なってる。いや、なってない。下か、下か。これが下で、これが樹幹になるんで、ここ二股なんですよ。なるほど。二股だから一番いい状態になったかもしれない、うん、枝三本ですね。枝三本、いいじゃないですか、当然っぽい。今のこの今回の祭りで仕上げる目標は、目摘みとか目切りとかしてもらえればいいよっていう木を作りたいんですよ、僕は。全部の木を、だからそういう風に作ってるんで、まあ、見栄えもそうですけど、しっかりその辺を楽に考えていいようにはしたいな。で将来的にはこうなるわけですから。そう。投資ですよね。あの時あいつ作ってたなとか思って買ってもらえる、なんか眺めてもらえると。何十年経った時に YouTube があればね、そうそう、これこんなだったんだっていうのが分かるのはいいですね。白い息吐きながら外でやってたよ、ね、そうですよ。一昨日30度あったのに今日こんな寒いんだから。はい、じゃあ次やっていきます。はい、で思いっきり曲げたいのはこの枝とこの裏枝をこうやって後ろに下げたいんで、この2本をとりあえずかけます。ちょっと太いかもしれないけど16で一発で決めちゃいます。でこれもさっきと同じ、なるだけ見えないように、はい、で下げながらその樹幹部とこれをかければいいので、途中で切っちゃう、切っちゃう、はい、で逆にこいつは先の方までもう1本しかかけないんで、この葉っぱの間を入れてみようかな、綺麗に見えるように。さっきはまとめてぐるっとやっちゃったんだけど、間入れた方が綺麗な。葉っぱを全部巻き込むとこうやって細くなるんですよ、歯が。なるほど。心拍もそうなんですけど、それがいい場面と、そうするとボリュームが出なくなっちゃうんで、こうやって葉っぱの間入れるとボリュームが出るじゃないですか、ふわっとして、ね、そうそうそう、そういうところも考えてあげるといいですね。そしたら次はこれとこれかければいいんで、はい、18か、で最後今度はこんなひょろひょろの枝なんで、うん、22でやります。20だとちょっと太いと思うんで、銅線で一番細い針金が22になる、うん、いやこれはいいか、これとここをかけようかな、はい、で細かいのかけるのは、はい、やっぱ見栄えですか。見栄え、かけなくてもいいっちゃいいわけじゃないですか。見栄えと僕の性格、うん、僕の性格開けたくなっちゃう、開けたくなっちゃう。今うちの木は葉が一回もこうやって切ってないんですよ、うん、綺麗なんでこっちはこのままでいいかなと思うんですけど、はい、こっちも切ってあるんですよ、なんか、うん、
だったらどうせだったらより綺麗にしてやるよと思って、はい、そこ切っちゃう形整えるために。はい、切りました。さっきの木と同じようにここに傷があるんですけど、うん、これ走らせてたっていう、はいはい、あまり極端に見えないような場所で、うん、やりました。これ植え替えます。こういう半圏外、圏外の木っていうのは厳しい環境を想像させますんで、一回力強いこういう正方形の鉢を基本使います。これが長方だと余白ができてしまったりとか、なるほど、あとは丸だと優しい印象を与えてくるんですよ、うん、でそういう圏外の木もあるんですよ。五葉松とか、はい、そういう場合だと丸を使ったり輪郭を使ったりとかっていうのもあるんですけど、やっぱり黒松で男らしいような印象の木なので、はい、今回は正方で使いたいんで、うん、今ちょっとこの2本でこれとこれを比べた時に、こっちの方が華奢な木なんです。なのでちょっとちっちゃい正方鉢でこっちは少し大きい鉢に入れます。はい、持った感じもこっちの方が根が張ってる感じがあるんで、はい、このぐらいゆとりがあった方がいいと思うのでこれに入れていきたいと思います。はい、売り物じゃないですね。売り物じゃないですね宣伝してるみたいな感じになったけど、昼間さん見てるいつものように鉢の準備をして、はい、いっ、あ、まず鉢の準備終わりました。はい、これを抜いていきます。で、上の方ってこういうポットって根っこが張らないんですよ、うん、こういうのをまず落として、ポットだからね、なかなか張りにくいんですよね。で、今この木ってこっち側に埋まっちゃってるんですよ。なんかこっち側をより落としてあげると綺麗に見えるんじゃないかなと思うので、ちょうど今植え替えの時期なんで根っこ切っても大丈夫なんで、ちょっとここのが不安定なんですよ。だからここを極端に崩しすぎると固定できなくなっちゃうんで、うん、こいつの場合は極端には元の方はほぐさないようにしたいなと。なんで毎回遠くへ話すんですか画角から出ちゃう。あ、見やすいです、はい、ありがとうございます。やっぱこれも中心、鉢の中心の、うん、方が綺麗に見えると思いますね、うん、そんなに極端に切らない方がいいと思うんで、これぐらいにして、はい、じゃあ粗い土入れます。松なんで割と粗い土でやりたあげたいんで、このぐらいで。松は粗い土の方がいいの方が、あの水はけが良くなるんで樹勢が伸びやすいですね。で、正面と合わせてしっかり根元付近で締めてあげると落ち着きがいいですね。グラグラしないで、ポットの場合だとやっぱりねグラグラのままになっちゃうんで、引いてねじ、2本やるときに片方を完全に決めてやると調整効かなくなっちゃうんで、どっちも1回軽くやって、もう1回軽くやってみると、そういう風にやると失敗がないですね。で、ちょっと長く切ります。今回根っこが不安定なんで、細かいの入れます。最後に、まあ、ちょっと見栄えの問題なんですけど、細かいのはこのぐらいの大きさは細かいのを上に引いてあげて、細かい土の方がまあ見栄えはいいので、はい、細かいの入れすぎて水はけ悪くなるのもあれなんですけど、一応これぐらいだったら多少問題ないんで、まあ、何回か動画に出てると思うんですけど、はい、見栄えを良くするためにベビーオイルを、これも染み込んでるんですけど、ちょっと足して、これは壊れました。拭いてあげると鉢が綺麗になります。水やりますか。はい、だいぶ粗い土でやったんで水はけは良くなった、ね、うん、
この枝でできたら良くなりそうですよね。ああ、いいと思います。うん、化けそうな雰囲気は。骨がやっぱしっかりしてるんで、うん、枝の木もちゃんとしたし、ミツマタは取ったし、はい、もう本当にこのまま枝育ててもらえればいいと。牛皮になるんで。はい、じゃあ次もう一個。こっちの方がパン張り方が良かったんで、うん、割としっかりしますね、根っこは。なんでここ今ほじってるかっていうと、この先にいい根っこがある場合があるんですよ、やっぱり面白さとして、うん、そういうのも一応確認するためではあるんで。で、次そこ匂いもいいし、匂いもいい。で、これぐらいで一回入れてみる。どれぐらいになるか。もっとちっちゃくてもいけそうだね、鉢。これぐらいじゃないですか。ですか。じゃないと結局鉢が小さくなりすぎると迫力が出なくなるんですよ。なるだけちっちゃい鉢入れたいんだけど、それも限度があるというか。じゃああれ持ってきて。さっきと同じ鉢なんですけど、はい、これに入れてみる。やっぱりその木の迫力として、この縁なしがもう問題なんですけど、ただこうなるとちょっとやっぱり迫力に欠けるというか。だからこれぐらい安定した鉢に入れといた方が木のバランスとか厳しさが出てくると思うんです。まあもちろん苗のサイズ、そのポットのサイズを考えて急にちっちゃくするっていうのは良くないとは思うんですけど、ただ将来というのを考えて、まず木の大きさが違うし、樹勢をつけるんだったら少し大きい方がいいし、これからの木なんで極端に。でもしこれで大きいなと思うんだったらまたちっちゃいのに変えてもらえばいいし、うん、そうですね。ただ僕はこっちの方が合うんじゃないかなとは思います。余計な口を挟むなんてコメントも来ないようにして。いい倒れやすいからこの辺に置いた。鉢の上に乗っけてやってるんですね。年数は同じ木なのかな。同じだと思いますよ。できました。はい、一応こういう形で作ってみました、うん、この木の場合こうやっぱこの幹の根っこが上がってきて皮がめくれてきたこの古さを目指してこの木を育てていくっていうような、まあ、骨格作りになります、はい、なのでこの木は今枝がちょっとね上に上がってたりするんで、これも今後この後は針金かけて商品にしていきたいと思うんですけど、はい、こっちはこっちでもう買っていただいたらそのまま培養していただければこのぐらいになる素材というか、うん、育て方次第ではこうなると、ね、優等生というかなんていうか、うん、ダイヤモンドというか、はい、ね、そういうような木なので、ダイヤモンドじゃねえや、ダイヤの原石ですね。ダイヤの原石のような、木を作りましたので、ぜひ盆栽祭りで見ていただいて、よかったら買っていただければと思います、はい、その上のやつもお祭りで買える。もちろん、だからそのために針金かけてしっかり棚を作っていきたいと思いますので、もちろんこっちも買えますけど、ちょっとお手頃というか、うん、それよりもっと前の段階のものなので、しっかりこれを育てていけばいつかこれになるよっていう。なるほど。 その奥のやつが樹齢40年です。40年アップですね。40年オーバー、はい、で手前のが15年ぐらいですよね。だと思いますね。で 2,30 年育てればそうなると。はい、はい、動画でもあるし、うん、こういう風に作ったらこうなりますよっていうのが分かって、もし今後こういう素材があったらそういう風に作ってもらえばいいし、まあ、僕もせっかく売るので、うん、しっかり綺麗に基礎をやって作った木なので、はい、間違いはないかなと思います。はい、わ、はい、かりました。じゃあこれを盆栽祭り当日に、はい、5月の3、4、5ですね。はい、はい、いろいろ今後も、うん、ちっちゃい
安いやつからちょっといいやつまでハリガリかけていきたいと思いますんで、はい、頑張ります。じゃあまた動画出てもらえるということで、はい、大先生お願いします。はい、ありがとうございました、はい、こんにちは。こんにちは。はい、もう今日5時でお疲れ様でした。1日作業して、はい、帰りますんで。あら、あれ。いい T シャツをお持ちで、盆栽Qのオリジナル T シャツを、はい、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約してこれを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます、はい。